ビテック。ビテック、VTEC、ベリアブルバルブタイミングリフトエレクトロニック、コントロールシステムは、ホンダ技研工業が開発した4サイクルエンジン用の、可変バルブタイミングリフト機構及び、その名称である。一般的に、4サイクルエンジンは燃焼ガス、ガソリンと空気の混合儀を吸気し、それを燃焼させることで動力を発生させ、 燃焼済みのガスを排気するというサイクルを繰り返す仕組みになってい吸気量及び排気量はピストンの上下動に伴うバルブの開閉時間、バルブタイミングリフト量によって制御される。エンジンの回転数が低い時はバルブを少ない時間で少なく開け、回転数が高い時はバルブを長い時間に大きく開けるなど、吸気効率の良いバルブタイミングとバルブリフト量を 回転数に合わせて調整することが望ましい。ビテックはバルブの開閉タイミングとリフト量をエンジンの回転数に応じて変化させ、吸排気量の調整を行う技術、可変バルブ機構の一つである。初期のビテックはカムシャフトにハイ、ロー2種類のカムを設け、そこに接するロッカーアームを一定の回転数に達した際に切り替え、バルブタイミングリフト量を変化させる。 ビテック以前にもカムシャフトを油圧によりスライド、回転させ、クランクシャフトに対する相対的な位相、角度を変える方式は実用化されていたが、リフト量とバルブタイミングを同時に変化させる機構はビテックが初めてであった。これにより、低回転域と高回転域それぞれにおいてバルブタイミング及びリフト量が最適化され、低回転域のトルクと高回転域のパワーを 両立させることが可能となった。B16A 型エンジンに初めてこの機構が搭載され、自然吸気エンジンでありながら、排気量1リットルあたり100馬力超を実現した。が、エンジンユニットとしては、高回転型エンジンとして知られているが、エンジンのヘッド周りの重量増等のデメリットから、その実定ブリミットに関しては、他のエンジンに対して極端に上がっているわけではない。 また、軽量化や信頼性向上のためビテック、機構自体をエンジンから取り払い高回転用カムのみの運用も見受けられる。この機構の発案については、焼き鳥屋でネギマを焼いている様子を見ていた技術者が、串に打たれた具材が回ったり回らなかったりする、ネギは回らないのに、肉は回る、などのを見て発想したものである。また、ビテック E を開発する際には、 スワールの研究では、トイレの小便器で用を足す角度まで参考にしていた。1989年4月19日、インテグラに搭載された B16A 型エンジン、1.6リットル自家、4DOHC に初めて採用された。その後、このエンジンは EF 型シビックの3ドアタイプ及び EF8 型 CRX のサーと呼ばれた最上級レードに流用され、 1980年代、後半に勃発、加熱した国産ホットハッチ戦争において、他社種の最上級グレードモデルを圧倒的に上回る出力値を発揮し、同時期に販売されていた A86 型のカローラビーン及び姉妹社のスプリンタートレノと人気を2分する売り上げを誇った。特に、当時シビックを生産していた鈴鹿製作所がある、三重県鈴鹿市が、 それぞれの車の人気の境目だったと言われている。1991年9月10日発表の5代目シビックには、サイチェシーエンジンにも搭載された。この際には2種類のビテックが設定され、一つは、吸気バルブを DOHC ビテックと同様に、低回転、高回転で切り替えるビテックと、もう一つは2つある、吸気バルブのうち、片側をほぼ休止し、 リーンバーム運転をするビテック E である。1995年9月4日発表の6代目シビックでは、2つを統合した3ステージビテックが搭載された。2000年、それまでのハイ・ローカムを回転数によって切り替える制御方法に加え、吸気側のクランクシャフトに対する位相を回転数や負荷に応じて無段階で連続変化させる VTC。 ベリアブルタイミングコントロール連続可変バルブタイミングコントロール機構も加わったアイビテックへと進化名称にはインテリジェントの頭文字の I が付与されエンジンの知能化を示している2003年にはアイビテックにホンダ発の直噴ガソリンエンジンとなるアイビテック、ア I や V 型6気筒の内辺バンクの3気筒を休止させる VCM ベリアブルシリンダーマネージメント 可変シリンダー機構を備えたものが開発されるなど、様々なバリエーションが存在する。以上のビテック機構はどれもカムの切り替えを伴って、いたが2015年に登場したベテクターボーの1.5リットルモデルは、旧配義の可変バルブタイミング機構、ドゥエル VTC のみでカム切り替えは存在しないが、ビテックと故障されるなど、カム切り替え機構の有無は関係なく故障されるようになってる。 1989年のインテグラでの初、採用以来、ホンダ車のエンジンイコールビテックエンジンというイメージがユーザー間に植え付けられるほどビテックエンジン採用車種は多くなった。国内においては長らく軽自動車用以外のエンジンでほぼ何かしらのビテック機構を備えている状況であったが、2017年発売の2代目 NBOX に搭載される S07B。 自然吸気仕様にアイビテックが組み合わられたことで2017年現在は大半のエンジンがアイビテックへ移行したこととなる以前の1.5リットル以下のエンジンにおいてはビテック機構採用非採用のエンジン双方生産されておりこうした消排気量のエンジンにはより低燃費化が図れる IDSI の採用が拡大していたビテックエンジン1.5リットルと i DSI エンジン1.3リットルの双方をラインナップに揃えている車種では、ビテックエンジンではパワフルさを、I, DSI エンジンでは経済性をアピールすることで済み分けを図っていたが、2007年発売の2代目フィットからは1.3リットルエンジンにも、I ビテックが組み合わせられている。オートバイ用には設定回転数以下で、 吸排気バルブのそれぞれ一つを休止し、4バルブから2バルブへと切り替える、レブ機構 CBR400 回1983年12月発売ガーリ、その後ハイパービテック CB400SF1999 年2月発売へと発展し、VFR800 の一部モデルにも採用された。大型の船外機の製品の一部に、 ビテック機構が採用されている。これら製品は機関部が自動車用エンジンから発展してきたため、ビテック機構の構造や特性も似ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。